he secretly jumps into the van. And Chato is right. After a while, they are moving through the streets of Chinatown. After a while, they are moving through the streets of Chinatown. After a while, they are moving through the streets of Chinatown. しばらくして、彼らはチャイナタウンの通りを抜けていきますという意味です。After a while. After a while. これは、リトルチャロで何回も出てきてくれますね。セットでしばらくしてという意味です。After は何々の後。A while. A 一つの while は何々の間。A while. A while. 短い時間って覚えておくと便利です。A while の after なので、しばらくしてと言えそうですよね。They 彼らは彼らが are B 動詞。Moving 動くという意味の動詞 move。に ing がついた形です。They are moving. B 動詞プラス動詞の ing で現在進行形。今、move 動いている状態が進行している状態なんですね。Through はこのイラストのイメージ。通る、通り抜けるっていう感じです。The street of Chinatown. The スポットライトが当たった street. これは street.という通りという意味の名詞、ストリートに S がついて複数形になったもの、複数の通りっていうことですね。 of は前置詞でこのイメージ、離れてるけどつながっているイメージを持ちます。チャイナタウンとありますから、チャイナタウンのつながってる the street、 複数の通りということになりますね。 of を見たときにはこの絵のイメージを思い出してほしいです。 After a while, they are moving through the streets of Chinatown. The van makes a stop. The two men get out, and so does Chato. The van makes a stop. The two men get out, and so does Chato. The van makes a stop. The two men get out, and so does Chato. パンが止まり、二人の男性が降り、チャロも降りますっていう感じの3つの文で成り立っています。 The van makes a stop. The van makes a stop. The van makes a stop. この The van makes a stop を見て、似ている文が以前出てきたことを思い出したらすごいです。もし思い出せなくても大丈夫です。エピソード21で The limo makes a stop という文がありました。 limo と van の違いですね。The van は共通認識のある van でしたよね。 makes a stop 動いていたものが止まるっていう感じがします。 make っていうのは何々を作るという意味の動詞で、主語が the van なので、 I でも U でもない一つ一台なので動詞に S がつきます。 a stop の状態を作ると考えることができます。 a stop、 a は一つの不特定の、 stop は動詞だとストップする、止まるという意味ですが、ここでは名詞として使われています。停止、止まることを指して、直訳だと一つの停止を作るですが、一時的に停止するという意味で、停止する行為を言いたい時に使うイメージです。行為に注目させています。 make a というのはすごくよく使うので暗記したいですね。 make a decisionMake a decision で決定するとか、 Make a reservation、 Make a reservation で予約するなんかは旅行でも使いそうですね。 The two men get out. The two men get out. The two men get out. 二人の男性が外に出るという意味ですが、 The two men、 共通認識のある二人の男性、これが主語にあたって、 Get out、 Get out、外に出るという意味ですが、 get は何々をゲットする、得るという意味、 out は中から外へのイメージ、中から外に出る状態をゲットすると考えると理解しやすいです。 And so does Chato. And so does Chato. And so does Chato. そしてチャロもそうするという意味です。 And そして、 so does Chato. So は副詞で、そうとかそのように、does というのは何々をするという意味の動詞 do に S がついたものです。チャロは、後ろにチャロとありますね。チャロは I でも U でもない一人、一匹ですよね。なので動詞には S がつきます。これは So do I
を聞いたことがあるという方もいるかもしれませんが、私もそうですと言いたいときに使われます。会話では Me too の方をよく聞くような気がしますが、 So do I というのもよく使われます。語順が変ですよね。これは統治法というもので強調のためにと言われていますが、繰り返しを避ける意味もありますね。 I like Charo と言って I like Charo too よりも Me too とか So do I の方がなんか自然ですよね。 So do I というのは自分の時、 So does Charo とか他の人のことを言う時はあまり私はそういう機会はなかったんですが、文章では見ますね。So do I の方はかなり見聞きします。以前は Me too しか知らなかったんですが、シンガポールの人とチャットをしてた時に So do I を何回も使っていたので、かっこいいなと思ってすぐ覚えて真似して使った思い出があります。 The van makes a stop. The two men get out and so does Charo. ルイーザはどこに住んでるんだろう。 Charo is at a lossBut he is not alone. Charo is at a loss. But he is not alone. Charo is at a loss. But he is not alone. Charo は途方に暮れていますが、彼は一人ではないという意味です。Charo、Charo は is は B 動詞、ある、いるの存在や前後イコールで結びますね。今回はどういう使い方をしているか続きを見てみます。At は点のイメージ、 A loss とあります。 At A loss がセットで、途方に暮れてとか困惑してという意味なんですが、 A loss というのは A 一つの、 loss は損失とか困惑という意味になります。チャロと At A loss の状態がイコール、途方に暮れている状態がイコールと言えますね。But he is not alone. But he is not alone. But he is not alone. But でもしかし、 he 彼は is B 動詞、 not 否定、 alone は孤独でとか一人でという意味の形容詞、 he is alone で彼は孤独ですと言えます。 B 動詞の文を否定文にするときは B 動詞のすぐ後ろに not を置きますので、 he is notAlone となります。疑問文とか否定文はこんな風に一度普通の文、平常文にしてみると面白いですし、ぐっと理解が深まりますね。 Charo is at a loss, but he is not alone. Hey little pup, where you going? ミャオというのはニャーの英語版です。ねえ小さなワンちゃんどこに行くのっていう感じの文です。Hey というのはねえとか Hey。Little は小さい、小さなという意味の形容詞。Pup はパピー。子犬という意味の名詞、パピーの短縮、小さいワンちゃんですね。キツネとかオオカミとかアザラシの子供にも使えます。後ろの Where are you going? これはどこに行くのっていう意味ですが、 Where are you going? のことですね。省略されていますが、特別乱暴な話し方ではなくて会話では普通に用いられます。 Where はどこを尋ねる疑問詞、 are は B 動詞、 you はあなた、 going は go という動詞、行く、話してや話題の中心から離れていくイメージの動詞 go に ing がついたものです。 are とか going が一体どこから来たんだろうって思うときには、まずは普通の文にしてみますね。これは you are going どこどこという文があって、あなたはどこどこに今 go している状態が進行しているという現在進行形の文なんです。これを疑問文にするとき、どこの部分を尋ねたいので where の力を借りて、それを一番前にまず出します。
そして主語と be 動詞の語順を逆にして Where are you going? どこどこの部分は Where になったのですぐクエスチョンマークを後ろにつけて文章は完成します。難しく感じるときにはさっきと同じ普通の文にしてみたり逆にそれを疑問文にしてみたり否定文にしてみたりするのがすごく勉強になります。 Hey little pup, where you going? Could you be lost? Oh no poor thing. Could you be lost? Oh no poor thing. Could you be lost? Oh no poor thing. Could you be lost? Could you be lost? Could you be lost?迷子ですかというような意味です。くっちゅから始まる疑問文は丁寧な依頼で何々してくれませんかとか何々してもらうことできますかなどで使うことが多いんですが、このくっちゅの場合は可能性とか推測を表してあなたは be lost なんですかと推測する感じで使っています。 be lost というのはロストの状態にあるという意味で、ロストは迷子、1話でも出てきましたね。迷子の状態なんですかと聞いています。わざとらしい感じが伝わってきますよね。 Oh no poor thing. Oh no poor thing. Oh no poor thing. おーかわいそうにっていう感じの文です。 Oh no はあーとかおーとかあらまーっていう感じです。 Poor thing、 これはセットでかわいそうにと言いたい時の定番フレーズ、セットで覚えます。 Poor というのは形容詞で哀れな、貧しい、かわいそうっていう感じの意味。 Thing は物、ことを指します。 Poor thing はセットでかわいそうにと覚えておくと便利です。今回ちょっと嫌味な感じで使われていますが、会話などでかわいそうにって言った時はこのまま使うことができます。 Poor thing、 相手に共感することができますので、ぜひ覚えて使ってみてほしいです。Could you be lost? Oh no, poor thing. This is Cat Town. You hear that? You're not supposed to be here. I am here to see a cat named Louisa. Oh, Louisa. Do you know her?Even if I do, I'm not telling you. Let's get him! Just then, hearing the noise and commotion, a shop owner comes out. Shoo, animals, get away! The cats run away. Chato dashes into an alley and enters another street. That is when... Cats are just curious. There's no need to be afraid.